前回のあらすじ、核爆弾という最強の兵器を手に入れた、イギリスとソ連はイデオロギーの違いから、ついに衝突、大戦争が始まった。開戦後、イギリス軍はソ連の要塞線を突破し、モスクワに迫った。だが、戦争に苦しむ国内で反乱が発生する。反乱勢力はチャーチルら政府要人を襲撃し、一部の英軍と合流、ロンドンに迫った。戦争の継続が困難と判断したイギリス政府は、ソ連に有利な条件で講和を結んだ。しかし、反乱勢力の勢いは衰えることはなかった。新しく即位した女王エリザベス女王2世は、北米大陸へ避難、政府機能もアメリカ政権し、我々は事実上、北アメリカの地に亡命した。革命から2ヶ月もしないうちにロンドンは陥落。本土駐留軍は全て北米と、我々の支配が及んでいる、アフリカ植民地の一部に撤退した。この反乱により我が帝国の影響は弱まり、植民地らは独立を始めた。今ではビッグベンに赤旗が掲げられている。この状況を許すわけなにはいかない。なんとしてでも、神聖なるブリタニアの地を取り戻すのだ。ここが新しい作戦会議室か。そうだ。なんだか落ち着かないな。やっぱりウェストミンスター宮殿に戻りたい。そんなことを言っても仕方がない。まずは本土を奪還しないと。そうなんだが今の状況ではとても奪還できそうにない。まずはアメリカの地で軍備を整える。ところで、現在の世界情勢はどうなっているんだ？ああ、私が教えよう。まず、フランスは英軍が撤退したことにより、独立勢力である、ナシオン・フランセイズがほぼ全土を掌握。我が国の陣営のフランス国は近いうちに降伏するだろう。そしてブルターニュでは独立主義者が権力を握っている。そしてイタリアは独立勢力がイタリア全土から英軍を駆逐、共和制が採択され、再び独立国家となった。今のところ西ヨーロッパはこんな感じだな。今は耐えているスペイン植民地も崩壊は時間の問題だ。ただ、アフリカ植民地は現在のところ安定を確保している。王党派政権前の領土なら維持可能かもしれない。なるほど。とりあえず北米の安定だけは確保しなければ。誰だ？私です。おお、大きいレック君か。久しぶりだな、元気か。なんとか。それよりも霊夢大臣とマリサ司令官が無事で何よりです。私たちは大丈夫だ。まあロンドンを脱出したのはギリギリだったがな。それよりも我々大きいものを失った。チャーチル首相たちですか。ああそうだ。あの3人とはボールドウィン内閣を退陣させた時からずっと、同じ王党派政権の仲間として一緒に仕事してきたのに、まさかこんな形で消えてしまうとはな。ただ女王陛下が赤に捕まることのなく、ここへ来れたのが唯一の救いだ。しかし、本土に戻れないと全国王陛下の葬儀すらできませんね。確かに、その通りだ。本土に戻ったら、盛大な国葬の準備をしよう。それとだな、ホーキンレック君、君にお願いがあるのだが。なんでしょうか。あと2年間で現代戦車師団30師団用意してね。しかし、ロシアもひどいもんだな。もしかしたら革命が成功するかもしれないねこれは。我が国の立場からすれば、ぜひ滅んでほしいな、ソ連は。東欧の共産権はまだ体制維持できてるみたいだけど、まあどうせそのうち崩壊するんじゃないかな。そして中国までも内戦か。日本だけは共産権だけど安定しているね。我が国とも戦火を交えなかったからだろうか。そうだろうな。英ソ戦争を戦った国はみんな壊れている。あの戦争ははっきり言って大失敗だったな。ただ、結果的に共産権の破壊という目標は達成できたね。我が国も壊れたけど。そして予想通り東欧の共産権も崩壊。しかもルーマニアやチェコスロバキアではファシストが反乱を起こしている。一方ドイツは帝政復興は成し遂げオランダを併合。ユーゴスラビアは崩壊したな。まああの国は崩壊しない方が不思議だよ。1951年12月にはイベリア半島が英国の支配から脱却。スペインとポルトガルが復活した。そしてクリスマスにはジブラルタルの守備隊が降伏。スペインは地中海の鍵を取り戻した。三流国家が、舐めてると潰すぞ。1952年2月には君主主義者が大新帝国の復活を掲げ放棄、中国は三つどもえの内戦となった。人民共和国が勝たなければ何でもいいかな。そういえば今、現代戦車師団30個作ろうとしているが、中核州を失った我々がどうやって作るんだ。ふふ、それに発策があるよ。そろそろ実行に移す時だな。1952年2月、ついにアメリカの再独立が認められた。大アメリカ戦争以来、英国の支配下にあった米国は、ついに主権を取り戻した。
か。それは条件付きであった。まずは東部沿岸の州は英国が本土を奪還するまで占領を続けること。そして、アメリカは英国と同盟国でいること。さらに、英軍が駐留し続けることを認めるなどの条件を満たした上での、独立であり、違反した場合には、各都市への核攻撃の可能性まであるということが確認された。そのため、アメリカは核爆弾の保有を認められていない。1952年4月、ロシアの保護全土を革命ロシア政府が掌握。ソビエト連邦は実質滅亡したよ。そしてバルト三国やウクライナ、中央アジアが独立。これはめでたいね。そして中国は中華共和国が勝利したと見て良さそうだな。中国共産党は奥地で抵抗してるけど、長くはないだろう。そして君主主義の秦も降伏してるな。そしてここで秘宝、ルーマニアとブルガリアの内戦は大勢派の共産党が勝利。畜生め。それは暴走党だ。まあ親玉のソ連が消えた今、共産主義などを所有に足らず、その親玉が今では、ブリテン、コニューン、だけどな、あ。1952年9月に北大西洋でロイヤルネイビーとコニューンネイビーの海戦が勃発。こちらは航空機のみの損害だったが、仇は空母1隻、巡洋戦艦5隻などを失う。我々の海軍力の高さが証明されたね。52年10月にはドイツとポーランド、ロシアで戦争が勃発。どんだけ戦争狂なんだこいつら。我が国が言えたことではないと思うんですけど。失礼します。例の作戦の準備ができたようです。そうか、今から作戦会議室に向かう。これが我が国の運命を決めることになるぞ。ではこれより作戦会議を始める。作戦の内容は、本土奪還作戦だ。この作戦はこれからの我々の命運を決める。作戦を指揮するのはオーキンレック元帥だ。ではオーキンレック君、作戦説明を頼む。わかりました。まず、我々はアイスランドへの上陸を行う。もともとは我々が押さえていた島だが、1年前に赤の攻撃があり、現在は占領されている。ここは A 本土へ攻撃を行うことができる極めて重要なポイントだ。ここを押さえた後は航空基地や海軍基地を増強、そして A 本土を解放する部隊を送る。その後、制海権を確保し次第、アイルランドへ上陸を開始する。おそらくアイルランドの守備は薄いと思われる。必ずこの島を解放せよ。その後、ブリテン島への上陸を行う。こちらも、比較的守備が薄いと思われるスコットランドに上陸する。山岳が多い地形だが、数々の戦いを経験した我が軍にとっては難しくはないだろう。そしてグラスゴーといった拠点を制圧後、現代戦車師団を送り込む。戦車師団は一気に南下して気分を取った。そのままブリテン島全土を解放し、作戦は終了だ。なお、この戦いには日本をはじめとする共産主義国家が敵側での参戦を表明している。本当の本番はこの戦いが終わってからだ。各員一層、奮励努力せよ。1952年12月、作戦は開始された。北大西洋の制海権を確保すると、グリーンランドより10師団が出航した。アイスランドでは組織的抵抗は見られず、無事に、レイキャビクへ入場。第一フェーズは無事に終了した。アイスランドへ移動したロイヤルネイビーは A 諸島周辺の制海権を確保。その後、2ヶ月間にわたりアイスランドに1台軍港を整備。巨大な陸軍駐屯地も作られた。しかし、上陸準備中に制海権を喪失。予備艦隊を投入し、なんとか制海権を再び抑える。そしてアイスランドより18師団が出航。ついに本土奪還が始まったのである。上陸部隊はアイルランド西岸に上陸。急いで港を確保せよ。アイルランド全土へ進軍するように命令が出た頃には、すでに1953年の6月になっていた。予想通り、アイルランドの防備は薄く、ダブリンを確保。その後、北アイルランドのベルファストも解放した。そして2週間でアイルランド全島を解放。こちらの損害は極めて軽微であった。7月には、マントンへの上陸を試みて4師団が出動するも、敵の守りは万全であり、やむなく撤退した。アイルランドを決して奪われてはならないということで、我々も赤に負けない守備をアイルランドに築くことにした。まずは航空基地を多数設置し、海軍基地の数も大幅に増やした。一方その頃、ドイツは敗戦し、ルーマニアはロシアやハンガリーの侵攻を受けていた。スペインでは王政復古が起き、イベリア半島を統一するなど、世界には新たな秩序が建設されている。1953年が終わる頃には、アイルランドの前線基地化が完了。さらに、ブリテン島への上陸作戦の準備も終了し、あとは実行へ移すだけとなった。そして年明けすぐの1954年1月2日、ついにブリテン島への上陸命令が下った。精鋭なる我が軍は、山岳地帯にもかかわらず、スコットランドへの上陸を成功。その後、すぐに第3段階であるスコットランド解放が始まった。そして重要目標であるグラスゴーを制圧、アイルランドから増援の戦車師団が移動を開始した。
上陸から10日後には、スコットランドのほぼ全域を制圧。作戦は予想以上にうまくいっている。祖国の勝利は目の前だ。前進せよ。この頃になるとようやく赤の軍隊が前線に到着するも、すでに我が現代戦車師団は前線に展開が完了していた。作戦通り戦車師団は南下を開始。そしてリバプールを解放した。戦車師団はリーズ、ハルヘと転進し、ヨークシャーの大半を解放。航空機と現代戦車師団という新しい電撃戦により赤はなすすべもなく敗走。わずか3週間でバーミンガムまでも解放。ウェールズの中心都市であるカーディッヘの攻撃も始まった。休むことなく南下を続けた戦車師団はイギリス海峡に到達。プリマス周辺の敵軍を包囲した。敵には残存ソ連兵も見られた。ソ連兵を許すな、容赦なく全滅せよ。そして上陸から1ヶ月もしないうちに反乱軍は降伏した。反乱軍降伏後、大英帝国はついに本土の全てを取り戻した。本土にいる反乱軍首謀者は根こそぎ逮捕。さらに本土の共産主義者やスパイ等を一斉検挙。数百万人が憲兵や MI5 に連行された。国内での治安が安定すると、政府機能をボストンからロンドンに移転。ビッグベンにはユニオンジャックが掲げられた。そしてエリザベス女王とジョージ6世の棺もロンドンへ戻り、再び我々は安寧を取り戻したのであった。いやー久しぶりだ。2年と2ヶ月か。長かったな。本当にね。でも戻れてよかった。ああ、その通りだ。来月には反乱軍首謀者の裁判がある。あとはアメリカ東部返還式典もあるな。ってことはもう一回アメリカに戻るのか。はは、そういうことになるな。次は亡命ではなく気楽にアメリカに行けるな。そうだな。しかし、我々には仕事が山積みだ。なんせ、まだ極東では日本が我々を攻撃しようとしている。これで戦争が終わったのではない。戦争はこれから始まるのだ。次回、東洋の戦争、ご視聴ありがとうございました。